オーストリアで焼かれたライ麦パン。ライ麦パンはライ麦から作ったパンである。ライから作ったパンなのでライパンとも呼ばれ、また通常作られるパンより黒いので黒パンとも言う。ライ麦パンはドイツ、オーストリア、ロシア、東欧、北欧などで多く食べられている。ライ麦パンと黒パンは同義ではない。黒くなる理由は全粒小屋。 皮や肺がを含む精製度の低い粉を使用するためで、ある。そのため精製度の高い粉を使うあまり黒くないライ・麦パンもある。しかし全粒粉や、精製度の低い粉を使用すると、栄養価が高く、麦の旨味を味わえるパンができる。また、すべてライ・麦ではなく、小麦や塩漠を混ぜたライ・麦パンもある。小麦を混ぜたライ・麦パンは、色が薄く柔らかくなる。 この混ぜる割合により、様々なライ、麦パンの種類がある。フォルコルンブロートの一種ドイツパンの場合、ライ麦の配合率で呼び方が決まっている。小麦は、バイチェン、ライ麦はロッケン、混ぜるは、ミッシュ、パンはブロートなので、小麦、ライ麦、パンという表記方法になる。ドイツで定められている名称は、以下の通りとなる。ドイツ食品便乱の、大型と、 小型パンの指導原則に収録される、ライ麦を用いたパンには、このほか次のようなものが挙げられている。6件フォルコルンブロート少なくともらい、麦全粒粉を90%使用し、添加する3のに、3以上は、サワー種に由来するものを使用した、ライ・麦パン。フォルコルンブロートライ麦全粒製品と、小麦全粒製品を、 任意の比率で合わせたものを少なくとも90%使用し添加する3の2、3以上はサワー種に由来するものを使用したライ麦パン。6軒バイゼンフォルコルンブロート50%以上のライ麦全粒粉を使用したライ麦パン。6シュロートブロート90%以上の粗挽きライ麦粉を使用したライ麦パン。 シュロートブローと粗挽きのライ麦粉と粗挽きの小麦粉を任意の比率で合わせた粉を90%以上使用するライ麦パン。プンパーニッケル粗挽きライ麦粉とライ麦全粒粉を90%以上使用し、添加する酸の2、酸以上はサワー種に由来するものを使用し、調整に16時間以上の時間をかけるライ麦パン。小麦から作るパンでは発酵に イースト菌がよく使われるが、ライ、麦パンでは主にイースト菌ではなく、サワードが使われる。そのため生地に酸味がある。小麦のパンより、膨らみが悪いので、硬くて密度が高く、麦の濃厚な旨味を味わえ、噛みごたえや食べごたえがあり、腹持ちがいい。小麦のパンより、ビタミン、ミネラル、食物繊維が多く含まれている。長らくヨーロッパでは、 柔らかい白パンは上等で、ライ、麦パン、黒パンは過藤という価値観が存在したが、近年では健康志向から栄養価の高いライ、麦パン、黒パンが見直されている。硬いので薄切りにして、バターや、ラードや、シュマルツや、サワークリームなどを塗って食べる。また、塩気のある食材と相性が良く、薄切りパンに、イクラや、キャビアや、オイルサーディンなどを乗せたり、薄切りパンで、 ハムやチーズやスモークサーモンなどを挟んでサンドイッチにもする。薄切りにしてトーストしたライ・麦パンにパストラミやコンビーフやザワークラウトやスイスチーズなどを挟んだルーベンサンドが知られている。昔のヨーロッパではパンを1週間から数ヶ月おきにまとめて焼いて貯蔵しておく習慣があったので古くなったライ・麦パンはナイフも通らないほど硬くなった。 そのためあらかじめ適当な大きさに切って保存した。ライ・麦パンはその酸味のため日持ちがする。硬くなったパンは水や酒やスープに浸して柔らかくして食べるほか、粥やスープにして食べる。またライ・麦パンをお湯に溶かしてクガや酵母によって発酵させ、1から3%のアルコールを含むビールのような清涼飲料水を作る。ロシアのクワースが有名である。 ありがとうございます。